ずいぶん強いけど、オラたちの勝ちだ。混沌は君臨する。貴様は我が自由を恐れておるのだ。ヒヒ、オラは地球育ちのサイヤ人だ、孫悟空だ。我を恐れるか。戦いは偽りをあぶり出す。ウィスさんは時間を戻せんだったな。おめえの弟すげえ強かったぞ。また戦えてえな。我が貴様の悪魔よ。闇の中へ。サイヤ人。己が一人で戦ってこそ、我が内に潜む悪魔。おめえもれっきとしたサイヤ人の血を引いてんだぞ。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。我らの戦い、貴様の中に疑念が見えるぞ。また戦いてえな。まだおめえは力の全部を出し切ってねえぞ。完全に生きるくらいなら壊れてしまう。認めよ、混沌から逃れることはできぬ。混沌は君臨する。革命とは逃れ得ぬものだ。しかし派手にやったな。それは現世の混沌そのものよ。法は弱者を縛る。今度はもっと修行積んでこいよ。おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。我が影は我のもの。そして今や貴様の影だ。二人が組むってとこまではいい考えだ。ずっと前に切れてなくなってしまった。自由はそこにある。なんだ、あるのか、世界そのものを消し去ったことが。ええ、以前は宇宙も18あったんですよ。ということは6つの宇宙が消えてしまった。すべての宇宙を元に戻してやってくれ。調和など服従を強いるためのザレ事に過ぎぬ。昨日の世界は夢と消え、明日は闇となるだろう。世界は炎を欲しているのだ。破壊のために生まれたのでなければ、怒りの先にあるは破壊のみ。うわぁ、そんなに強い奴なのか。自らの光に目がくらんだか。ほとばしる怒りよ。混沌こそ世界の意志。我は雷鳴、我は嵐、我は稲妻。オラがよその星から来たなんとかってやつだろうが、おめえが兄ちゃんだろうが関係ねえ。それでいい。貴様の弱さが我が力となる。光は必ずしも真実ではない。平和の名のもとの虐殺がまた一つ。これからは寝るとき以外はなるべくいつもスーパーサイヤ人の姿でいて、それが当たり前の状態に持っていくんだ。ネズミだらけのゾーンを思い出せ。わずかな匂いでも逃しはしない。答えろ。サイヤ人ってのは、おっ、今度はオラの番だぞ。こ
混沌なくして世界は存在し得ず。おめえならあいつらのこと詳しいだろ。なんかいい方法はねえのか。落ち着かねえ気分を消すことから始めた方がいい。基本的な修行からやり直す。全ては混沌よ。修行にいい場所を知ってんだ。たった一日で一年分の修行ができる部屋が神様んちの神殿にあんだ。身勝手な望みよ。そうはさせねえけど。そして魂の闇は払われる。Ha ha ha!